前回アンカーは K 君と2人で長江に向かいました。一つ天屋の解説をしながら魚を釣るつもりが、一つ天屋ではほとんど釣れません。一方の K 君は平場で爆釣、アンカーはワーム釣法に切り替え巻き返しを図ります。皆さんこんにちは、船釣り探求者アンカーです。今回は前回の動画に引き続き後半動画となっています。前半では同乗者の K 君が平場で10匹釣り上げる間に、私は一つ天屋で1匹しか釣り上げられないという状況でした。ここからはワーム釣法に切り替え巻き返しを図りたいと思います。船はドテラ流しでポイントを流していますが、時速3キロほどで流れており、いい潮です。船を流し直すためにゆっくりと回収していたその時でした。あ、釣れた釣れた。今使用しているロッドは平場用の同調子の柔らかい竿ではなく、ジグやテンヤもできる先上子の硬い竿なのですが、竿がかなり曲がっています。釣り上がってきたのは40センチ弱のアコウでした。このワーム仕掛けの特徴は、もともとが根魚用のワームということもあるので、アコウ、カサゴ、ワニゴチ、ヒラメなどそこ周辺に生息する魚を釣り上げることができます。両型のアコウを釣り上げることができました。船を元の位置に戻し、ワーム仕掛けを落としてみると、着底と同時に魚が食いつきます。今回使用しているワーム仕掛けですが、動画後半で作り方の紹介をしたいと思います。他の仕掛けを作る際にも参考になるアイデアが詰まっていると思いますので、ぜひご覧ください。一つ天屋ではほとんど釣り上げることができないポイントだったのですが、ワーム仕掛けに変えた瞬間、ヒットが連発します。今度は小型の鯛を釣り上げました。ワーム仕掛けに関しては、根魚をはじめタイも食いつくので、オールマイティに使えるいい仕掛けだと思っています。あ、当たった。すぐに次のあたりを取ることができましたが、フッキングには至りませんでした。この日はポイントと潮が当たりの日でした。取れた。ワーム仕掛けに切り替え、30分ほどで4匹目の魚を釣り上げました。ワーム仕掛けで私が次々と釣り上げていると、 K 君も負けじと平場で釣果を出します。 K 君は平場でコンスタントに鯛を釣り上げていきます。ここで平場釣果に当たって釣果を上げていくための持論ですが、私は重くワーム仕掛け、平場を潮の流れの強さによって使い分けるようにしています。具体的な使い分け方ですが、潮が弱い時には重く、潮が少し流れている時にはワーム仕掛け、潮が速い時には平場という形です。なぜそのような結論に至ったかというと、複数名で釣果を行う際に、私は他の人が平場を使用している時に重くやワーム仕掛けを、他の人がオモックを使用している時には平場やワーム仕掛けを使用するなど、同じ船でできるだけ仕掛けが被らないようにしてデータを集めています。同乗者と違う種類の仕掛けを使うことによって、その時の釣果の特徴を明確にするためです。そのような釣り方を繰り返していった結果、仕掛けの種類を潮の速さによって変更させると釣果につながるということを結論付けました。実際に1週間ほど前に釣り仲間3人と釣果に出たのですが、この釣り方を実践した結果、他の2人は3匹、私は7匹と釣果に大きな差が出ました。釣りにおいては確実にこれが釣れるということはなかなか言いづらいのですが、釣果を重ねるうちに傾向が出てくるので、できるだけその傾向をもとに釣りを行っています。はい、釣りの話は一旦置いといて、船の近くに1羽のカモメがついてくるので、餌のエビを投げてみました。すると、あ、来た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 。お、食べた。おそらくいろんな釣り船に餌付けをされているようです。一定の距離までは近づいてきませんが、釣り人が投げるものを餌と認識して食べたら離れていきます。釣果も終盤に差し掛かってきました。ここで K 君が小さな鯛を釣り上げます。水温が高いため小さな鯛も活発に鯛ラバに食いついてきているようです。この日は釣果が十分に出たので予定より早く切り上げようとしていたその時でした。納棺直前に最後の1匹を釣り上げます。最後に釣れた魚はアコウでした。潮が少し緩くなってきていたので重くを使用しましたが、それが当たったようです。はい、それでは前半後半の2本立てで1回の釣果をお送りしましたが、今回の釣果は表のようになりました。最初から最後まで鯛ラバで釣り続けた K 君は14匹と大量でした。一方私は前半は一つてんやで1匹、後半はワームで6匹、重くで1匹と前半の一つてんやでの釣果が足を引っ張った形となりました。今回の釣果では2人で22匹とよく釣れた釣果となったのですが、このポイントでの釣果には裏話があり、この釣果の3日前の夕間詰め、私は1人でこの同じポイントで10匹の魚を釣り上げました。その釣果で手応えをつかみ、今回時間帯は違いますが同じポイントでやったところ、このようにたくさんの魚を釣り上げることができました。はい、ここで問題です。この2日後同じポイントにほぼ同じ潮で3人で鯛ラバ釣果に出かけたところ、皆さんはどのような釣果になったと思いますか？正解は1時間半ほどの釣果で1匹しか釣れませんでした。同じポイントでほぼ同じ流し方をしたにもかかわらずです。たった2日間の間に何が起こったのでしょうか。海は不思議がいっぱいです。はい、それでは私が今回使ったワーム仕掛けの作り方の紹介に行きたいと思います。こちらが完成図となりますが、特徴はとにかく当たりが多いこと、そして多くの魚種を釣り上げることができることです。欠点としては作るのに少し手間がかかることと、ワームを使用しているので耐久力が鯛ラバに比べるとやや落ちます。鯛ラバ釣果が好きな方でもうワンパターン入れたいという方はぜひ試してみてください。あなたの釣果を良い方向に導いてくれると私は思っています。それでは解説していきたいと思います。まずメインとなるワームがこちら、レインズのバブリングシャット3インチ、カラーは根魚黄金伝説2です。様々なシャットテールワームを試しましたが、これが一番いいという結論に至りました。続いて使用するのがダイソーさんで売られている浮き止めゴムストッパーの M サイズです。この部品がなかなかいい仕事をしてくれます。続いて使用するのが鯛ラバヘッドになります。これは鉛の 45g を今使用していますが、使いやすさで言えばやはりタングステンを使用してもらった方がいいと思います。続いて使用するのがシリコングリッパーの L サイズです。このシリコングリッパーという商品は鯛ラバのスカートを作成する際にも使用できる優れものです。続いて孫針ですが、私はチヌ針を使用しています。これがフッキングさせるメインの針となりますので、皆さんの気に入ったものを使用してください。続いてワームを固定する役割も持つ親針ですが、 FPP ストレートという針を私は使用しています。バス釣りのコーナーに売っておりますのでお買い求めください。続いて仕掛けのアシストラインにあたる部分にフロロカーボンの3号を使用します。私はトヨフロンを使用していますが、特にこだわりはなくていいと思います。続いて使用するのが竹串です。竹串はリールのメンテナンスなどにも使用できるため、持っておいて損はないと思います。最後に使用する道具ですが、ピンセットとハサミです。特にピンセットは仕掛け作りで細かい作業をする際にかなり重要な役割を果たしてくれます。以上が用意するものです。それでは作り方の解説をしていきます。まずは親針となる FPP ストレートを用意してください。続いてシャッドテールワームを出します。シャッドテールワームであれば他のものでも代用品として使用できますので、いろいろ試していただければと思います。個人的にはこのサイズと柔らかさ、そして形状に惹かれました。このままだと少しサイズが長いので頭の部分をカットします。親針をきれいに刺すためにワームの横に当てます。親針をワームにまっすぐ刺していきます。このまっすぐ刺すのには少し技術がいります。ワームを刺し終わったら、この親針にはワームのための返しがついているので、その返しの部分にしっかりかませます。これで仕掛けの大元になる部分は完成です。続いてシリコングリッパーとチヌ針を使ってメインフックとなる孫針を作成していきます。シリコングリッパーとチヌバリをつなぐフロロカーボンを 20cm ほど切ります。ここでシリコングリッパーを竹串に刺して固定します。この方が作業もしやすいですし、シリコングリッパーが潰れないので必ずやっていただきたいと思います。次にシリコングリッパーとチヌ針をつないでいく作業になります。私は釣りをする時もそうですが、基本的にパロマーノットを使用しています。パロマーノットとはラインを2つ折りにして、2つ折りをした状態のまま固結びを作ります。固結びによってできた輪っかに先ほど竹串に刺したシリコングリッパーのくぼみを当てます。当てた状態で固結びを締め上げ、ラインの折り目によってできた輪っかに、輪っかと反対側にできた2本のラインを通します。ラインを通し置いたら2本とも持って引っ張ります。これでパロマーノットの完成です。この結び方の特徴は、出ているラインを引っ張れば引っ張るほど結び目が締まっていくので外れにくいです。次にシリコングリッパーとラインの接続部と反対の方にチヌ針を結んでいきます。ラインの長さは親針の部分にシリコングリッパーを当て、チヌ針がシャッドテールワームから少しはみ出すぐらいの長さに調整してください。チヌ針の結び方は外掛け結びで構いません。余ったラインを切り終えたら、これで親針に接続する孫針の完成です。それではできた孫針を親針に接続していきます。シリコングリッパーを親針に通してこのように固定します。固定したら孫針の先の部分をシャッドテールの尻尾の部分に通しますが、このようにシャッドテールの上側からまず針を差し込みます。そして差し込んだ針の針先をシャッドテールの尻尾の面の真ん中のあたりから出します。差し込んだらそのまま針を引き抜いてください。はい、それではこちらが完成図となります。シャッドテールからこのように針を貫通させることで、魚へのフッキングする確率が上がります。またワームの中にラインが通っているだけの状態なので、魚が食いついた時のワームの損傷も軽減させることができます。摩擦の少ないフロロカーボンを使用しているので、このようにワームの可動部の部分がスコスコと動いています。このことによりワームのアクションへの影響が少なくなります。ここまでで大部分の工程が終わりました。あとはヘッドをつけるのですが、このヘッドをつける時にも少しコツがあります。ここからはこの仕掛けを反誘導の仕掛けにするために、浮き止めのゴムを使用するやり方を説明します。まずはアシストラインとして3号のフロロカーボンを結びます。そうしたらここで浮き止めゴムを使用します。まずはアシストラインに平ら刃のヘッドの部分を通します。そしてなぜこの仕掛けを誘導ではなく反誘導の仕掛けにするかというと、このように着底をした時に誘導仕掛けだとアシストラインの部分に孫針が引っかかってしまい、このように仕掛けが絡まった状態で釣りを続けることになります。おそらく誘導の平ら刃仕掛けを使用している人の中にも、仕掛けがラインに絡んでしまうという悩みを持っている人がいるかもしれませんが、アシストラインにフロロカーボンを使用している人に限っては、このように浮き止め用のゴム管を通すことで平ら刃のヘッド部分を仕掛けに適度に固定することができます。はい、こちらが浮き止めゴムを通した状態になりますが、この状態だと着底の際にヘッドの部分と仕掛けが密着しており、仕掛けの針がリーダーに絡まることを防ぎます。そして魚が食いついた際にはこのようにゴム管がずれるので、誘導としてのメリットも取り入れることができます。デメリットとしては、魚の当たりがあった時に一度巻き上げてゴム管を元の位置に戻さなければなりませんが、仕掛けが絡むよりはマシです。最後にアシストラインの反対側を小さなサルカンなどに接続させて、これで完成となります。手間はかかりますが、自作なのであまりコストもかからないですし、いろんな種類やカラーのシャットテールワームを試せるので、平ら刃調光にはまっている人にぜひおすすめしたい仕掛けです。使用する状況としては、船のドテラ流しで潮の速さが2キロ前後の時に使用してほしいと思います。それより速い潮の時は仕掛けの抵抗がこちらの方が少し大きいので、平ら刃を使用することをおすすめします。そして私が実際に使用している仕掛けですが、このような形の仕掛けもありだと思います。スカートをつける意味合いは、仕掛けが着底した時にスカートが広がることによって仕掛けをアピールすることができるのだと思います。この仕掛けは瀬戸内海において長期間の長考を経て、少しずつ改良を加えながら完成した形となります。この仕掛けだけに当たりが来るという海の状況もあったので、非常に面白いです。この他に試して良かったワームとしては、ダイソーさんのシャットテールワームが良かったです。ダイソーさんのワームはコストが安いことはもちろん、素材が少し硬いので耐久性があります。はい、いかがだったでしょうか。平場のワンパターンの釣りになっている人には是非試してほしいと思いますし、釣果が伸び悩んでいる人に対してはおすすめの仕掛けとなります。何度も釣果を重ね釣果を上げた仕掛けなので自信はあります。それではまた。